フルトンは世界初の蒸気機関により推進するアメリカ合衆国の軍艦である。米英戦争の際にイギリス海軍からニューヨーク港を守るための浮き放題として建造されたが、竣工前に戦争が終結したため実戦で使われることはなく、また以降同様のコンセプトの艦船も建造されなかった。設計者、ロバート・フルトン1814年3月9日。 アメリカ合衆国議会は北米の商用汽船の先駆者であるロバート・フルトンの設計による蒸気軍艦の建造を承認した。1814年6月20日に民間の造船所アダム・アンド・ノア・ブラウンで寄港し、1815年10月29日に浸水した。公焼の後、1816年6月にアメリカ海軍にて収益した。 船は公式には命名されなかった。フルトンはこの船をデモロゴスと呼んでいた。1815年2月25日のフルトンの死後、船は彼を称えてフルトンと命名された。巡航した時すでにフルトンが戦力として投入されるはずだった戦争は終結していた。大統領ジェームズ・モンローを乗せてニューヨーク港内を案内したのがフルトンが行った唯一の任務だった。 1821年、フルトンは偽装が撤去されて予備艦となった。1825年以降、フルトンはブルックリン海軍交渉の受け兵舎として使用された。1829年6月4日、停泊中に火薬が爆発し、フルトンの艦列機は突然終了した。この事故で48人が死亡した。フルトンは独自の革新的な設計をしていた。 総動船であり、外輪は2つの船体の間に設けられた。各船体は、砲撃からの保護のために5フィートの厚さで作られた。各船体の機水戦下に取り付けられた蒸気機関により、工条件で5.5ノットの速度を達成することができた。32ポンド砲30門が搭載できるように設計されていたが、海軍は十分な数の砲の入手に問題があったため、 実際の運用中に搭載された砲の数は、まちまちだった。また、100ポンドのコロンビアード砲が前後に1問ずつ、搭載されていた。米国政府に当初提示された、デモロゴスの3面図。実際に建造された船は、この初期の提案とは大きく異なっていた。ロバート・フルトンの設計は、外輪を動力とする軍艦に、付き物の問題をいくつか解決し、 これがその後の軍艦への外輪船の採用につながった。外輪を二つの船体に挟んで中央に配置することで砲火から保護した。また、この設計により原則いっぱいに原則砲を装備できるようになった。ありがとうございます。